いつの世も戦いよ。だがこれで最後ぞ。新しい時代を担うのは若き日の医師たちよ。佐藤を慕い、わしを信じる者たちを守る。日の意志は胸に燃えている。だから最後まで俺は戦える。刮目せい。ここより始まるは仁愛の戦いよ。俺を信じる者がいる限り諦めはしない。何を語ろうが力がなければなせぬ。己を強く抱いておけば活路は見えるもんじゃぜ。この光景はいつ見ても心が痛むけど消えてもらう。里を束ね、守り、そして育む。それが火影の意志だ。どんな術にも弱点となる穴がある。抵抗は無意味です、私の前にはね。これぞ最高傑作だ。朽ちることのない永久の美こそ芸術。お前の痛みが流れ込んでくる。そろそろストックが欲しかったところだ。俺の術特別披露しちゃいますよ。俺の道は、俺の願いは、誰にも邪魔させん。今はただ光のため、己の全てをかけ戦う。降りかかる火の粉は払うのみ、容赦はしない。俺はもう人ではない。次の段階へと人々を導く者。俺の後ろに立てる奴などもはや言わしない。チャクラよ集え。今一度わらわと一つになるために。誰よりも強くなるためにこの一戦は落とせない。負けるわけがねえ。俺は強いんだ。守られるだけじゃダメ。私だってしっかり戦わないと。俺の目的はまだ遠い。だがそこまで歩みは止めん。僕はただザブザさんのために今は道具となって戦います。信念なき者は淘汰される。このわしの手によっての。まあ俺が相手の時点で勝負は決まってたな。せめてもの情けだ。俺の陣頭で痛みなく消してやる。この地獄抜き手に貫けるものなし。最強の矛なり。価値のないやつめ、せめて砂金と共に沈むがいい。何者にも負けぬ強き意志を私とニビは持っている。うずいてんだよ。人中力であるこの体、その奥の意志が。我が道は修羅の道。四尾と共に先へ向かう。この藩の合力でいかなる苦境も打ち砕く。俺は俺のままやりたいようにやるだけだ。最後はド派手に。それが風のやり方っす。